指定暴力団山口組傘下組織の幹部による詐欺事件に絡み、警察は大阪市西成区にある組事務所を家宅捜索しました。家宅捜索を受けたのは大阪市西成区にある山口組行動会系の暴力団吉島組の事務所です。やかましゃ、開けよ、出てこい、こら。あ、開けんかい、こら。あれ、お前、開けんかい、これ。今日の捜索は吉島組の幹部原田俊明容疑者の逮捕を受け行われたもので、原田容疑者はクレジットカードを作る際、会社の経営者で一定の収入があると嘘の申告をし、カード会社を騙した疑いが持たれています。警察は行動会系暴力団への監視を強めており、組織的犯行の可能性もあるとみて調べています。